とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。各装備の理想エンチャントを教えてくださいということですね。今日は、防具の理想エンチャントを紹介していきたいと思います。それでは、行きましょう。それでは、まずは、羽を使って戦うタイプの防具の理想エンチャントですね。まず、ポーションバリアとクールダウン。この二つは、まあ、基本、どの防具にも、必須としてつけてください。クールダウンとポーションバリア。この二つは、基本的に必須です。絶対つけるようにしてください。で、羽を使って戦うタイプの防具。残りの二枠は、タンブルビーとヘルスシナジーですね。この二つが、理想だと思います。羽でぴょんぴょんしますので、その都度タンブルビーで蜂を召喚します。で、ぴょんぴょんするので、ヘルスシナジーで一回一回 HP を回復する。もうすごく噛み合ったエンチャントとなってますね。羽を使う防具でしたら、まずこれですね。クールダウン、ポーションバリア、タンブルビー、ヘルスシナジー。これで間違いないです。それでは次は、羽を使わずに、ベタ足で戦うタイプの防具、理想エンチャントですけども、クールダウン、ポーションバリア。まあ、これは当たり前ですよね。そして、デスバーターか、霊気、もしくは瞬足を入れるといいと思います。羽でぴょんぴょんしませんので、タンブルビー、シナジーとの相性はそんなによろしくないです。なので、デスバーターを入れてください。デスバーターは一度やられるだけのダメージを受けても、生き残るというエンチャントですね。生存確率が単純に上がります。それプラスで、霊気か瞬速ですね。霊気だったら敵の移動速度などが遅くなります。で、瞬速であれば、こちらの移動速度が速くなるので、便利がいいですね。まあ、どちらか自分の好きな方を入れるといいと思います。羽なしの理想エンチャントは、クールダウン、ポーションバリア、デスバーター、そして、霊気もしくは瞬速ですね。それでは次は、無防ビルドで使います、無防の防具です。もうエンチャントは4つ決まってまして、クールダウン、ポーションバリア、無防、そしてデスバーターですね。これがベストだと思います。無防で HP が 40% 減少してます。なので、デスバーターを入れて生存確率を上げる。これが一番いいかなと思います。まあ、もしくはタンブルビー、ヘルスシナジーでもいいと思うんですけども、やっぱり俺のおすすめは、無防にはデスバーターですね。それでは続いて、クールダウンをたくさん入れるタイプの防具ですね。クールダウンがもともとついてる防具を使いましょう。中でも一番のおすすめは、輝くローブですね。攻撃力もアーティファクトの威力も上がるので、まあ、クールダウンを多めに入れるのであれば、これが間違いなくいいと思います。で、クールダウンですけども、4つ全部クールダウンでもいいと思います。でも、一つをポーションバリアにした方がベストですね。うん。全部クールダウンにしちゃうと、まあ、確かに、火力はものすごいです。ものすごいんだけども、耐久力はもうほんと紙になってしまいますので、ポーションバリアは一つ入れた方がいいかな。まあ、ネタとして持っていってもいいかもしれませんけども、クールダウン多めの場合は、クールダウン3。そしてポーションバリア1。で、使っていくといいと思います。そして、続いてはソウルビルド用の防具ですね。ソウルビルド用も防具のエンチャント4枠すべて決まってます。クールダウン、ポーションバリア、ソウルフォーカスの魂の袋。この4つですね。他でも色々試してみたんだけども、この4つがベスト、理想です。クールダウン、ポーションバリアはもちろん必要。で、ソウルフォーカスでソウル系のダメージを上げて、何度も使えるように魂の袋を装備しとく。まあ、ソウルの吸収量も上がって、すごく使いやすいですね。
ソウル系の理想エンチャントはクールダウン、ポーションバリア、ソウルフォーカスの魂の袋、この4つで決まりですね。では次は雷系のビルドを使う時の防具です。雷系というのがカバンビルド、そして稲妻の矢筒ビルド、その2つですね。理想エンチャントはクールダウン、ポーションバリア、雷フォーカスの帯電、この4つが俺はベストかなと思います。でもちろん防具は輝くローブにつけた方がいいですね。アーティファクトのダメージも上がりますし、使い勝手がいいです。で帯電を、防御系のエンチャントに変えて耐久力を上げるっていうのもありだと思います。まあ、雷フォーカスは絶対必要なので、帯電をタンブルビーかヘルスシナジー、もしくはデスバーター、どれかにしてもありだと思います。はい、ということで今日はざっくりではありましたけども、防具の理想エンチャントをやってみました。まあ、とにかくクールダウン、ポーションバリア、この2つは絶対に必要で、まあ、それに、まあ、タンブルビー、ヘルスシナジー、デスバーター、まあ、そこら辺をつけていくという感じですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。